12時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきますが、今週聞けば満腹グルメトークウィークということで、はい、この方々にお越しいただきました。平成のぶしこぶしのお二人です。どうもよろしくお願いします。お願いします。徳井です。吉村でございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。あの吉村さん、ゲストショーで、うん、はいはい、あれ徳井さん一人で来たことあって、ありましたね。本、うん、でしたっけね。あ、そうですね。本の時にね、はい、吉村さん初めて、はい、初めてですね。この、はい、2人でそうだね、揃って。そうなんです。え、初めてだった。俺初めてだと思う。なるほど。はい、初めて。そうか、中川家さんの時もあるからか。そうそうそう、中川家さんの時は、あ、中川家さんの時来たんだ。そうだ、出させていただきましたけども、ね、はい、でお二人で、うん、あのオールナイトニッポンとかやったりとかもしましたもんね。はい、そうです、そうだそうだそうです。日本放送には来てますけども、はい、言っても同期ですよね、我々。そうなんだから、もうこれもね、この前もタイムマシン3号も、うん、はい、もうそのなんか中途半端な敬語とタメ口、はい、なんか徳井さんのメイク室あった時、なんか急にタメ口の時あるじゃないですか、もう今日何とか、だから俺もタメ口で行くのかなと思ったら、次の二言目が、あ、そうなんですかってなんか言われて、どうしようかなみたいな。確かにそういう感じかも。いや、花輪さんはだって先輩だって。先輩じゃないですよ。いや、だって土屋さんの先輩なんでしょ。まあまあまあ、そうそう、大学のね、うん、大学の先輩後輩だけど、うん、2000年コンビ結成だから、もうミレニアムズ、ミレニアムズなんだ。そうそうそう、だから同期なんですけど、いや、その壁って意外と俺、土屋さんが作ってると思ってるんですよ。え、俺あの、うんうん、敬語と、敬語じゃない壁というかね、うん、俺丁寧な方だから、うん、やっぱ敬語じゃないですか、大体挨拶とか。ああ、俺からじゃあ崩してった方がいいってことですか。もう語尾がもうほら、崩れんのかなと思ったら。崩しても良さそうな感じだったけど、しっかり整えてくるから、着地揃えちゃうから。でもなんかこう、東京 MC の方って結構敬語使うじゃない。うん、バカリさんも東京出身だし、ひとりさんもそうだし、あと意外と上田さんもね、クリームそうそうそう、吉村君って言ってそうそう、なんとかなんですよねとか、なるほど、あえてこう距離感を出すっていうのもあるから、かそれちょっとやっぱ関西の人は、あの割とね、ガッて来てくれるよね。なんかその今田さんと東野さんって、うん、すごいみんな大人数の時は、うん、花君なんとかなんですかとか、なんか優しい感じになるじゃん、東野さんとか。なんか、ちょっと、なんか、大阪の番組かなんか呼ばれたときに、それどうなん最近。俺なんかびっくりしちゃった。ここが、それ普通なんだけど、当たり大先輩だから、なんか、いやいや、なんか怖くなっちゃって、なんか。その落差が。落差が。なるほどね。そら、あんなあかんでーとか。あ、こんな風になるんだと思って。はあはあはあ、難しい。難しいから。でも、だって、自分たちだってそうでしょ、うん、ちょっとやっぱり、気使う時あるでしょ、うん、いや、気使いますよ。ナイツとかやることあっても。ナイツさん、俺、3って言ってますから、ナイツさん。もう、それは同期ですから。難しい。あまりにも接点がなかったわけじゃないですか、ライブレベルから。今までね。今まで。そうそう。だから、U 字工事いける ?U 字工事はあれ後輩でしょ。いや、U 字工事は同期。いやいや、同期じゃん、あれ後輩だよ。なんなら U 字工事は高校からやってるから、先輩。いやいや、あれ後輩ですよ。あんな、先輩だ同期なわけないよ、あの。決めつけがすごいんだけど。醸し出すオーラ。絶対後輩でしょ。俺、U 字工事がちょっとやっぱ上な感じにした。なんで？なんで？上なんだ。年なのかな？なんか、いきなり。年はだって俺と一緒だから、U 字工事は。いや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 。いや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 、後輩後輩。何？俺はもう U 字工事は後輩ジャッジしてる。ハマカーンは、ハマカーンは同期。ああ、じゃあもう全然タメ口でいけんだ。タメ口というか、まあ、織り交ぜながら。いやいや、ハマカーンがちょっと先輩よ。そう、ハマカーンちょっと先輩だ。ちょっと先輩。マジですか？だから、一応やっぱ神田さん、花輪くんですからね。あ、そうですか、はい、そう。年も上ですし。ハマカーンは。あ、ちょっと。オードリーよりも上ってこと？ハマカーンの。そこら辺がややこしいんだよ、ね。まあ、事務所になんか入ったのが後だからみたいな感じの。なるほど。ちょっと上目になってるけど。弟と、花輪の弟だから、やっぱそれ、その時点でもう負けてるんだよね。ややこしい基準持ち込むなんですよ。確かに。その基準を出されたらもう。うちら関係ねえからさ。その基準出されたら。いない、有名人の姉とかいない。これはやっぱありますよね、やっぱりそこの。そこでって言われちゃう。お金で判断したとかありました。ダメだろ、絶対に。ねえ、そう。今回あの、グルメトークウィークなんですよ。はい、はい。だからやっぱりお二人のグルメ話を聞きたいんですけど、うん、僕、俺あの、いつも、ノンストップの、うん、はい、いただき、まあ見てるっすかね、あれは、ま、
結構毎回。はいはいはい、見てて。やってますよね、値段を当てるやつ。そうそうそう。で、吉村くんが全然当てない。当てないです。難しくて。なんかお取り寄せの値段を当てて、買った人だけは食べれるみたいな企画やってるんですけど。そう、俺見るときいつも三上アナが。三上アナが食べるのよ。そんなパターンあるいや、そうなのよ。ゲストが食べるんじゃないの、ああいうの。いや、全然。強いのよ、勝負。アナが食べちゃうのギャンブル強いのよ、三上アナ。そう。で、ああいうのとかやってると結構グルメになるんじゃないかなと。まあそうですね。やっぱり。美味しいものをいろいろ。吉村グルメだと思う。グルメだと思う。本当グルメだと思う。出会ってるから。いろんなものとロケで行ったりとか。そうですよ、ね。ただ、箕輪さんなんですよ。何が箕輪さんが。俺やっぱグルメってなると、うん、この方がもう本当やばいんですよ。僕らもう1年やってますけど、一回もそういうことはの。グルメの話なのかな、箕輪さんは。いや、何にも、いや、知らないですよね。知らない。美味しいとこ。一回ね、クイズ番組で。クイズ番組で出た時に、めちゃくちゃ簡単な問題なんですよ。写真出てこれは何でしょうかみたいな。本当に、ピラフも答えれないんですよ。嘘だよ。で、ナシゴレンみたいなの答えれないんですよ。なんで？ラザニア的なもの答えれないもんね。もうテンパっちゃって。え、なんで？なんか、10秒以内に答えなさいみたいなので、テンパっちゃって。え、緊張ってこと？いや、緊張でもピラフは答える人写真やんだから。ピラフは10秒余るでしょ、絶対。10年前の話してんでしょ？もうちょっと前。もうちょっと前。10年ぐらい前。クリームシチューさんのやつ？あ、じゃないかな。タイム。ショックか。タイムショック。なんだったらピラフの、フぐらい出てるんですよ。丸々フとか。で、何も答えなくて、ただ、唯一ジャンバレア出た時だけ食い気味で、ジャンバレアってあったね。めちゃくちゃ変な子。よく覚えてて、そんな。いや、そんな細かいことを。食うたびにジャンバレアの子だって。ジャンバレアがもう、なんでお前それだけ答えれるんだよって、ちょっと話題になったんですよ。ちょっとあれなのかな、なんかあんまずれてんのその辺の。なんか食べ物の引き出しがすごい少なくて、ピラフとかもあんま食べてこなかったんですよね。あ、そう。じゃあ、とはいえ答えれるじゃないですか、写真見たことあるでしょ、ピラフだってね。見たことあるんですけど。興味ないんじゃないの食に。あ、でもそうかもしれないですね。これなんか最近完全栄養食みたいな流行ってるじゃないですか。だから俺も吉村も結構ご飯食べるの好きだから考えらんないですけど、そういうのって。でも服に俺興味なくて、全部永遠に同じ格好でいいんですよ。なるほど。それが多分食になると完全栄養食でいいわって多分なるんだろうなって考えると、箕輪みたいなタイプがいてもいいのかなって。別にいいんでしょ、ゼリーとかそういうのでずっと。そうですね。そういうことだよね。はい。それでもいいでしょ、答えれるだろピラフぐらい。だってさ、そこを言ってんだよ俺。じゃあハイヒールだから知らないじゃん。その、あのパンプスとか、そうそうそう、出ても分からないみたいなこと。そうそう、興味ないんで知らないって。そうですね、パッて出てこないんだ。知らないんだ。みんながピラフってうまいよって言った時に牛乳一本で来たから。牛乳めちゃくちゃ好きなの。牛乳大好き。完全養殖ね。完全でもないけど。完全養殖。完全でもないけど。でもおっぱいでしょ。だって牛のおっぱい。だって子供は、牛の子供は牛乳だけで育っていくわけだからね。言ったって。確かに。それは完全養殖だよね。そう。牛じゃ。牛の子供牛だよ、この牛。牛。もう育ってるでしょ、そんな。ミノアマンじゃん、ミノアマン。そうか。そうですか。でも、徳井さんは料理人を目指してた時は、はい、料理好きで、はい。だから、なんかこう、小中高と、結構僕が料理すること多くて、だからその、得意料理っていうのはないんですよ。でも、なんか冷蔵庫が、中身を、なんかこう、使って美味しい料理作れるっていうのはできるんで。母親が下手なんだよね。そうそうそう。母親が下手なんですよ。そうなんだ。下手ってか、もう愛がないっていうか、なんか本当、あったかい。いや、そんな不利ないでしょ。母親が下手なんだよって。本当に信じられない朝食ですから。本当にあったかいご飯に、冷たい冷蔵庫から出してウインナーを突き刺して出してきて。え？それ朝食ですよね。うん、そう。で、これ、ウインナーが、温まるでしょって言って。ご飯の温かみで、温まるでしょ自然解凍的な。いいでしょ、だそれが結構、ごちそうだと思う。いいけどな。もう、貧乏とかいう概念じゃない。じゃないね。料理をしない。確かに。そうだね。料理、うまいとかいう問題じゃないよ。冷たいご飯よりはまだいいかもしれないけど。そうそう。冷たいご飯に温かいウインナーって俺も怒る。でも、温かいご飯に冷たいウインナーなら。そこ怒る。まだギリ許せる。そうそう。理にかなってる。レンジ温めるだし。逆算をちょっとしてるんだ。そう。一応。それ。それもあって。自分で作ってる。そうそう、俺が作ってる。だから、その、ほんと若い時に、吉村の家で、鍋かなんか作った時に、
ぱり一口も食べずになんか塩ブワッて巻いた時があって、うんうんうん、あ俺がそう、うん、餅ぶん殴ってやろうかと思ったの作った側からしたらね信じるんだよ自分料理する側からしたらいきなり七味かける人とか、うんうんうん信じられないもん。もうネタ、こうやっていきなり見もしないで破るみたいな。全然話が全然、それはもう異常、そこまで。異常識は僕はないけど。食べてないのに塩かけちゃった。まあまあ、だから、うん、そうね。だちょっと雰囲気変えてるってことだね。それ読んでもないのに、これ逆の方がいいんじゃないとか。ああ、言ってくる。これ絶対逆でもいいんじゃないみたいな感覚。ぐらい腹立った。腹立ったね。でもよくやるよね、吉村。俺よくやります、その。え、なんだにじゃあお店行ってもかけちゃうみたいなことですか？いや、相当。うん。あの、ええ、なんですかね、星取るお店とかそのまま行きますけど、やだねー、ある程度、やだねー、評価をね、やだね、星があるかないかで人を決めてる人やだね、そんな人じゃなかったの、そんなんじゃなかったよ、北海道の時は違ったよ、いや、北海道の人は星だらけだからさ、やっぱ星取る、そういうことだ、何を言ってるんだ、なんかこう、想像ができたら、ちょっとアレンジしようかなっていう、ちょっと偏見で言っちゃうよ、やだね、そういうで、B 級グルメとかあったら、もうガリガリガリって言っちゃってもいいかなってことだよね、あ、そうそうそう、それが悪いことじゃないけど、うん方向が見えるじゃないですか B 級グルメってなんかちょっと偏見が強いのかも だから勝手にその U 字工事は下だとかいや U 字工事は下ですよ、ね、芸歴を勝手に自分で見積もってるからナイツは上だナイツは上だ U 字工事木本ですから先輩なんだよ木本さんは今年後輩になりました あの一件で、はい、この一件であの一件で立場変わったんだよもう3で呼んでません心の中で吉村君はそう、ね、権利があるかもしれないけど唯一ね唯一権利あるかもしれないですけどね、はい、そうですよね、うん、で今日は2人に一応思い出の一品っていうのを、はい伺いたいんですよ、ね。二人がいいのか、一人一人がいいのか。そうね。歌詞、コンビでの思い出の。どっちでもいいですよ。コンビのなんかある。そうなる？あの、逆になんか、付き合ってる人も違うでしょうからね、まあまあ、そうですね。うん。コンビだったら何だろうね。海外のやつ？海外だね。だって、あの、あれでだってゲテモノを余裕で食ってたんだから、この人。そうそうそう。あでも、本当に素材はマジで美味しいと思う。素材だけで言ったら、うん、それこそ1位かもしれない。カブトムシの幼虫さんが。これもちょっと話題になったもんね。話題になった。なんで素材が1位ってどういうこと？この、甲殻類って美味しいじゃん。カニ、エビ。あれとすごい似てて味が。で、やっぱ目で入っちゃうから、うわ、虫だってなっちゃうけど、別にエビだって初めて食うとき怖かった。まあ確かに。って考えたら、本当に旨味はすごかった。あ、そう。カブトムシの幼虫。うん、甘い、うん。甘いっていうか、うん、なんていう甘かないね。なんか旨味はでもあるよね。まあ、あるけど、ペターって感じ。いや、でも今ので、味が、ペターって感じ。ペターって感じ。はい、まずペターってのがま、まとわりつく。まとわりつく感じちゃっても。でも、考えてみてよ、その、カニさ、めくってさ、あの、後ろについた味噌をさ、スプーンで食べるわけでしょ、うんうんうん、そっちの方が初めて見た人からしたら怖いじゃん。まあまあまあ、確かに、ね。そう本当もし食べれる機会があったら絶対食べた方がいい。慣れなんだ。だからこの時間にちょっとね、言うのもあれかもしれないですけど、うんうんうん、カブトムシの幼虫だってやっぱ行きたいんですよ。そっか。だから、この、それ言い出したら、それ言い出したらいいけど。じゃ普通食べたら、お菓子とかだったらサクッていけるじゃないですか。うん、この噛んでもやっぱ切れないんですよ。ああまあそうだね、生命力、うん、生命力あるから、うん、結構力入れないと食べれないんですよね。張りというか腰張ったもんね。相当張りがあるから、何どうやって食べ焼くの？いや生ですよ。いや焼くとでもあんまちょっとね臭み出るね。生がいいんだ。生の方が美味しいと思う。でアマゾンとかそういうジャングルに住まれてる方って狩りうまそうなイメージじゃないですか。うん、めちゃくちゃ下手なんですよ。全然取れないですよ。そういうことなんだよ。え取れるんだったら鳥食べたいんだよね。食べたいけど狩りが下手くそなんですね。うんうんうん、でなんで狩りが下手くそって言ったらもうその辺に食べ物があるから。幼虫とか。虫でいいから、はい。無理する必要がないんですよ。なるほどなるほど。タンパク質の塊だから。虫はもうそれでお腹いっぱいになっちゃうし、そうそうそうで元気だし、で川魚を取るっつってね仕掛け作ったけど一回も取れなかった。穴だらけで。そう現地の人の魚うよいよ泳いでんのに。ロケ的にはだからがっかりよ。一応取れる体でスタッフも考えてきてるのにゼロ匹がずっと続くから。で虫ばっか食ってる。いやでもそっか美味しいなよう なんかね。それはちょっと家でカブトムシ飼ってるからな。かなりやっぱハードル高いな。あとあれねパプアの何マンゴー？マンゴーも美味しいけど、うん、パプアのあの
頭の上にさ火鉢置いて、うん、雲この流れでマンゴー行くわけないでしょ。マンゴー吉村めっちゃ好きだったんだよね。ラバウルマンゴーって日本に入ってこれないマンゴーが1個10円とかだったよ、ね、1個10円ぐらいですけど、うん、日本に入ったら7000円ぐらいしますねって話の、もうだからもう食べ放題食べ放題食べ放題やったの。市場みたいなところ、うん、なんか、うん、みんなが売ってくれるんだよね、うん、マンゴーどうぞっつって、うん、で向こうからしたら多分、まあ、まあまあのお金なんだけど、うちらもういくらでも買えるから、もういくらでも買ってたもんなんだってもう買い占めしてるから、そうそう本当にこれ輸入してやろうかなっていうぐらい美味しくて違うんだ向こうで値段が全く違います。美味しかったね、本当美味しかった。それが今まで世界で一番美味しいマンゴーですね、うん、ラバウルマンゴー、美味しそう。だそれとは別に火鉢ね、なんですか、いや美味しかった、いや美味しくはないけど覚えてますよ。あ覚えてる。頭の上に火鉢、はい、最先端のそういう民族っていうのは、はい、あの焚き火でやりませんから、うんうん、虫を焼いたりするの、うんうん、自分の頭の上にコンロ置いて、うん、炭焚いて、うん、熱持たしてそこに、うん、雲とか入れて焼いて食べる。いやいやいや今七輪、頭の上に七輪乗っけてるいや暑いんだよね。土で作った土に置いて。それのどこが最先端？これは最先端です。これ自分で頭の上にそのなんか筋肉板的なカレークック的な感じ。カレークックみたいな感じ。本当だ。自分の棒で焼けたらどうぞって言ってくれて、はい。ここで焼けたらどうぞ。食べて食べて。はい食べてって渡すのが最先端。通常で焼けたかどうか分かんない。黒柳徹子さんの最終形みたいな。そうそうそう。雨出すから。雨出すから。辿ってったら一緒かもしれない。黒柳さんマスコから。どういうことで。発生するかもしれない。確かに焼いちゃったら全然美味しい。わかんないと思う。タランチュラみたいなやつですか。とかもあったね。あいつ雲もいたけど。タランチュラなんか食べらんないでしょ。なんかもう。いやいや全本当に食べれるの。これはもう、うん、あと何年か後普通に食べてると思うしみんな。エビで本当エビ。だってだ一流のシェフが作ったらとんでもなくうまくなる、ね。そうそうそう。料理したら多分かなり違うとは思う。本当に。うん。やだな、なかなかね、うん、経験してる人少ないかもしれないしね、僕らぐらいかもしれないな、本当に、ね、いやなんか普通にめちゃくちゃうまい店のやつなんかないですか、まあ、吉村さんだけでもいいですから、なんか最近、うん、なんかあるなんかグルメだなんか言ってそうじゃないですか、美味しい素材じゃなくてね、グルメ系はグルメ系、うん、星でいいから、星ね、星は食べてるから、だから星気にしてるからね、星を気にする男だから、気にするんだから、星その店名とか言わない方がいいですかね、いや言っていいところもある、やっぱ星を獲得してるちょっと和食の、うんうん、門脇さんっていうのがあるんですけど、うんうん、ようやくなかなか取れないんですけど、ひっくり返りましたね、銀座場所どう、銀座ではないかな、麻布、うん、とか そっちの方なんですけど、和食って何が出てくるのって何それ、これは、うん、コースなんですよ、はいはいはい、でもプラスでこの肉を、牛肉にしたりとかいろんなことができるんですけど、マックスコースがあるんですね、うん、メニューにない、それは全トリュフっていうのがあるんですけど、全トリュフ、全トリュフは港区やってんじゃん、これ本当にひっくり返りました、それは。最後の土鍋に出てくるトリュフご飯っていうのが、あテレビで見たことある、あるでしょ、でもそこじゃないんだ、出てないから、だからそこもあるけど、そこテレビは出てないんだ、出てない、うわー本物だ、すごいすごい、ご飯ってすごい情報、そこのお持ち帰りのお弁当があるんですよ、うん、お弁当トリュフご飯っていうだけです、ね、うん、それだけを持って帰ることはできるんですけど、うん、多分茶碗で2杯ぐらいの量で2万円じゃないかな、うん、で何も具も何も乗ってないですよ、ただトリュフご飯があるだけ、じゃあもうトリュフの量がすごいってことすごい半端じゃない、うまい、びっくりした、ひっくり返ったんだから迷惑だな、迷惑な客だ、食べてギャー初めてたかもしれないです、やっぱりそう、松茸ご飯もキノコだけだしね、はいはいはい、確かにトリュフご飯もありなんだ、松茸ご飯香りだ、そう最後にトリュフグワッ、じゃあもうやっぱ高くなりますよね、はい、さあじゃあそんなグルメな吉村さんにですね、はいはい、ちょっとこの後特別企画、うん、ちょっとお付き合いいただきたいと思います、はい、こちら、はい、クイズ食レポ、はい、それじゃあ吉村さんちょっと移動お願いします、はい、お願いします、はい、お願いします、これからですね、うん、別室の食レポブースで吉村君にあるものを食べてもらい、はい、その食レポをしてもらいます、うん、でリスナーの皆さんは吉村君が何を食べているのか、うん、その音とレポートをもとに推理してください、うんうん、ズバリ的中させた人の中から抽選でお一人に銀座有名デパートの和牛カタログギフト1万円分をプレゼント、はい、ということでスタジオの花輪さん、はるかちゃん、徳井さんもクイズに参加していただきたいと思います、はい、3日間やって
結構まあ正解率は高いんですよ、ね、今週はちょっと今日は分かんないですけど、どうですか相方の食レポ力というのはやっぱめちゃくちゃうまいです。うまい、もうやっぱ若手で最初にやらされるっていうかやる仕事は食レポだったじゃない。確かにね、その時もサンジャポ出てた時からうまかった。うまいなってもうロケはサンジャポうまいですからね。本当によくそんな言葉がいっぱい出てくるなと思う、隣にいて。じゃあこれは期待できます。さあ吉村さん、食レポブース届きましたでしょうか、はい、到着しましたか。はい、到着しました。はい、はい、お願いします。まだ蓋がね。さあ目の前に食材ありますね。あります。これ、うん、はい、皆さんから見えてないんですよね。見えてないです。はい、じゃあ今から、食レポしていただくんですが、うん、直接答えが分かってしまう単語などは絶対に言わないでください、はいはいはい、さあそれでは吉村さん、食レポお願いします、うんうんうん、おー、なるほど、うん、あ、非常にいい形でございますね。お、いい形。はいはいはい、食べやすいサイズになっております。はいはいはい、はい、これ言っていいですか。もう食べてください。いただきます。あら、あ、シャクシャク。この音は何だ。うん、うわ、うん、ジューシーで中身がふっくらしてて、うん、うん、カリカリの部分もございますね。はい、これは噛めば噛むほど味が染み出てきます。うん、うまい。目指しもしていいですよ、ビールですね。あるのはビール。まあ、うん、香りはどういう香りですか。香りは、うん、これは、なんて言えばいいんですかね、うん、これと似たようなものがあるんですけど、はい、これは僕が昔から馴染みのあるもので、ちょっと香りはこの、ふーっとこのいい具合、上品な、そしてちょっとパンチのある B 級な、こんな感じの香りを口の中に、油がスッと抜けるような感じですね。油、はい、星の店では定番メニューみたいな感じでしょうか。星の店というか、日本全国定番ですね、これは。あ、庶民的な、はい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 、味ということですね、うん、絶対裏切らないですね。大体月にどのぐらいそれ食いますかね、うん、いや出会うんだったらばかなりの頻度で出会いますよ。まず例えば飲食行って、はい、あ、じゃあこれ頼もうかっていうのもありますけど、今日のこれはどっちかと言ったら私の地元の方のものになりますんで、私の地元のこっちって答えちゃったら多分違うですよね。なるほど、はい、北海道がちょっとヒントになるのかな。はあはあ、全然わかんないよ俺。味付けが、それ、はい、食べる年齢とかってあります。あ、いいですね。うん、これ男女ともに全員好きです。おお、うん、で年齢も子供から、はい、あのお年寄りまで全ての世代が好きで、絶対に、何かしらで頼むと思います。行った時には U 字工事とかでも食べれますかね。食べれますよ。個数は減りましたけど当時に比べて。U 字工事、 U 字工事、あ、 U 字工事、はい、U 字工事は食えません。誰ですか。そんな高いもんでもない。そのキャラ何なの。U 字工事の厳しいキャラ。餃子じゃないってことだな。あ、餃子じゃないですね。で餃子じゃない、ね、やっぱ U 字工事餃子の線もあったからね。ビールだったから。そっち系なんですよね。お時間ですか。今回ちょっとヒント少なめ、難しいかもしれませんが。難しいと思うわ。ああ、うん、まあ、はい、北海道もちょっとヒントなのかな。はい、ということで、さあ、それではですね、今、吉村くんがレポートしたものが何か分かった方は、クイズの答え、住所、氏名、電話番号を必ず書いて、rs@1242.com までメールでご応募ください。応募の締め切りは、この後の交通情報が終わるまで。ということで、吉村さん、スタジオ戻ってきてください。はい。さあ、それでは、CM 交通情報に続いて、引き続き、平成のぶしこぶしのお二人とお送りします。さあ引き続き平成のぶしこぶしのお二人を迎えしております。さあ別室でね食レポしていただきました吉村さん、はい、ね、さすがの、うん、やはり美味しそうにね聞こえましたけど、うんうんうん、いやどこまで言っていいのかなみたいなのはあるんですよ、ね、ラジオでちょっと見えないところでこう伝わったのか、うんうんうん、さあそれではこのクイズ食レポ、まずはじゃあお三方に、うん、はい、回答していただきましょう。行きましょうか。私、はい、花輪さんは今日は当てに行きます、うん、サーモンフライだと思います。
サーモンフライド。北海道だから、うん、あんま食べたことないないね、あんまりないいや、あんまないっすよ、焼き鮭ぐらいしか食わない、あんまり食べない完全に途中からもうサーモンフライやと思って、北海道の人サーモンフライ食べたことない、はい、あれは形がいいですねって言ったから、なんかあのサクサクのやつ、はい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 、揚げ物っていうのはなんとなく音とね、違うか、これははるかちゃんどうですか、あ、私はあのやっぱ地元の北海道の方、うん、ということで、うん、唐揚げ、あ、ほうほうほう、というと、はい、なるほど、あの北海道の唐揚げ、北海道の呼び方、残儀みたいなやつか、残儀、ああ、なるほど、徳井さんは、うん、僕はもう北海道といえば、餃子ニンニクのおひたしだな、いや、ないのよ、あ、同等だけの、嘘、同等だけの文化だから、嘘だ、いや、あんまり食べないんだよ、同等、それは同等、同等のことです、そうなの、あんまり都会っ子そんな食べないんですよ、マジ、はい、びっくりです。そうなんですか。ショックを受けてしまいました。北海道の人って意外にラーメンよりも蕎麦の好きじゃないですか。いや、そうですね。名産なんだよね、蕎麦。蕎麦粉が一番取れるんだ。そんなイメージない。小麦も蕎麦粉も一番なんで。だからすごいなんか蕎麦屋さんが多いね。ね、はい、北海道の人で得意のところに話しかけないんですよ。この人はあの別海町っていう北海道の橋なんですよ。橋、確かに確かに。で、北海道語れないんですよね。いや、かわいい。いや、でも結構文化が違うんだよね。人口2万で牛20万頭っていうちょっと本当にもう全然合ってないところなんで、全員黙ったらもう聞こえるぐらい牛が多い、本当に、あ、なるほどね、はい、なんだね、さあこれね、どうだったんでしょうか、それでは正解、吉村さんお願いします、はい、正解は残儀でございました、はるかちゃん正解しましたけれども、あ、そう。はい。これは、有楽町のアンテナショップね、ドサンコプラザで、うん、あ、そうなんだということでしたね。美味しかったです。美味しかった。美味しかったです。ねえ。うまいんだよな。さあ、これは実際ちょっとね、うん、正解者がどれぐらいリスナーいたのか、うん、後ほどちょっと3時台に当選者発表ですけれどもね。和食レストラン、トンデンってあるじゃないですか。はいはい、はい。知ってますね、トンデン。あそこ、家の近所あるんですけど、はいはい、大好きで、ザンギめっちゃうまいっす、あそこ。うまいですね。北海道フェアみたいな、はい、毎週やってますけどね、あと鳥もいいんですけど、タコザンギも美味しい、タコザンギね、タコザンギ、はい、タコ唐揚げ、タコ唐揚げめちゃくちゃうまい、はい、それも美味しいですし、どこの居酒屋行ってもタコザンギはあるよね、タコザンギとあとラーメンサラダね、ラーメンサラダ美味しい、ちょっとマヨネーズかけて、はいはいはい、あ、そうです、うんうん、冷やし中華似てるのかな、冷やし中華そうね、でサラダ多めに食べて、で最後クーニャン飲んでって、これですね、北海道クーニャンって何、クーニャンです、今の時代やってないんじゃないの、何俺らの時の子供の時してないの、クーニャンってお酒があるんですよ、お酒、はい、北海道だけの呼び名、あれな、アンジュッシュ、アンルシュ、アンシンルチュ、シンルチュ、シンルチュをクーニャって言うんですよ、なぜか、ちょっと甘めのお酒、あんずのお酒、お酒、クーニャって言う、クーニャって言うんですよ、お酒知らない、ちょっとなんか別海町だからあんまり、え、そうですよね、確かにタンタカタンしか知らないから。別海町だし、3年しかいないから別海町に、あと千葉だし。もう、あんまわかんない。千葉なんだ、ほとんど。千葉なんだ、ほとんどわかんないじゃん。じゃあ全然。あんまどこのこともわかんない。どこのこともわかんない。そうなんだ。はい、ありがとうございました。ちょっとじゃあメールもちょっと紹介していきましょうか。はい、はい。ね、じゃあ読みましょうか。三橋のマイケルさんです。はい。吉村さんが BMW のスーパーカーを新一にプレゼントしました。新一が信号待ちで止まるたびに自分の左に止まっている国産車に向かって、うん、俺 BMW しかもバタフライドアのスーパーカー、はい、あんたは国産かという目で見下していると某ラジオで言っていました、はいはいはい、新一から BMW を取り返してくれいやこれ、ね、なんであれあげたの、 そもそも、ね、いやあげる予定なんかなかったですよ、え、だってそれを売って次の車を買うみたいな、うん、ちょうどその時期の時に新一が番組でそれを言って、うん、で言ったらもうくれてやるよって言うしかなかったんですよ、そのことある、煽られて、でも煽られたんでしょ、みんなにみんなに煽られた吉村お前そんなあげるんだろ、はい、お前は俺あれも煽り運転でちょっと報告しようかなと思うぐらいみんなに煽られたから、煽られたらやっちゃうんだよね吉村はね、僕はダメだ、お調子者だから、お調子者だな、やったら、いやだってこれだってね、そ、うん、すごい話題になった、新一くんがこれから返してくれるかもしれないけど、うん、いつか、はい、うん、はいはい、ちょっとでもやっぱしばらくあれでしょう、いやそうですね、いらないって言うでしょ、だってもういやいやいや欲しいよ、返して欲しいよいろいろあったからさ、どうすんだよ2台持っちゃってだからって僕から2台持ってどうすんの1円でも欲しいよ俺だって違う違う違う、駐車場代逆にかかるでしょいやでもまあまあまあ乗ってもらえるわっていう ね、ことはありますんで、いいんじゃないですか、でもそういう目で乗る車もいいですよ
そういうね、はい、そういう目でね、俺は BM だとかそういう目で見るのもまたそういう夢ありますからね。そうですそうです、うん、あいつだって優越感を楽しみに、はい、あれはもう優勝しましたしね。そうですそうです、うん、僕は言えませんよそれは、はい、いいんですよ調子に乗って調子に乗ってね、はい、乗りましょう。さあそろそろお別れのお時間ですけれども、うん、はい、信子の2人からお知らせお願いします。あのあれじゃないですか、あの、はい、オンラインサロンの会員の家にアルバイトしに行ってる、あれよく知ってるな何でも知ってるんですか、おバカ会議、おバカ会議知ってますね。バイトしに行ったりしますけど、バイトしに行ったりしてるんですよ。オンラインサロンをやってて、はい、はいはいはい、そのね会員さんのところに会員さんがなんかラーメン屋さんとかやってたら、はいはい、そこに時給、うん、まあ一番安い時給で働かせてくださいみたいなことやってる、そんなことやってるの、はい、すごい。無人島を買うってのがマックスの、マックス無人島、うんうん、のためのってことです、はい、うんうんうん、みんなでね、そうです、うんうん、無人島を買うがマックスで、その前に海外で寄席をやりたいっていう、うん、へえ、はい、そんな夢があるんだ、夢もあるんで、はい、はあ、それに向けてまたなんか新たな投資とかもやられてる、そうですそうです、で全部持ってかれてって、だからおバカ会議入っても全部どっか行きますお金だから入らない方が賢明かもしれません今なんか花火を打ち上げる仕事にまた目をつけてるみたいな、ありがとうございます、見なさいと、はい、はい、というかで徳井さんは、あ、僕も、はい、YouTube 徳井の強奪ってのをやってるので、なるほど、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、はい、今日のゲストは平成のぶしこぶしのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。